다시 じゃ なくていいね 余裕のない二人だったし 気づけば喧嘩ばっかりしてさ ごめんね ずっと話そうと思ってた きっと私たち合わないね 二人きりしかいない部屋でさ あなたばかり話していたよね もしいつか新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれてる